イリニティス・エラザスケザニアスは、ギリシャ王パウロス一世とその日フリーデリキの末娘。スペイン王フアン・カルロス一世のヒソフィア、最後のギリシャ王コンスタンティノス二世の妹。ギリシャ王女及びデンマーク王女の称号を有する。イリニは1942年に南アフリカのケープタウンで生まれた。イリニはピアニストのジーナ・バッカウアーの弟子であり、一時期は、 プロのコンサートピアニストだったこともある。また1965年に兄、コンスタンティノスの長女アレクシアが生まれるまで、イリニはギリシャ王位の推定相続人であった。イリニはオルレアニストのフランス王位請求者パリ博、アンリの三男エブルーハク・ミシェルと交際していたが、エブルーハクは1967年に別の女性と結婚した。イリニはその後も結婚することはなかった。 1967年末に、クーデターによって王家が亡命を余儀なくされると、イギニは母フリデリキ王太后と共に、インドに亡命した。1981年に、母が死んだ後、イギニは姉が王妃となっていたスペインに移住し、スペイン国王夫妻が住むサルセエラ宮殿の一角に住居を与えられている。ありがとうございます。